それでは微積分2の第2回の授業を始めます。まず前回のまとめです。前回はその RN の点集合と多変数関数ということで、まあ、NGN のユークリッド空間で多変数関数を考えていくわけですけれども、まあ、その時に必要ないろいろな概念ですね、集合や点に関する概念について紹介をしました。それから関数の収束ですとか極限、あと連続とか一応連続の概念を定義しました。で、今回は、変微分と全微分ということで、主な内容は変微分と全微分、それから接平面、あと合成関数の微分というところで、時間的にいけるところまで進めたいと思います。それでは今日は教科書ですと 4.2 節の変微分と全微分に入ります。教科書は131ページからです。まず、その両括弧1で変微分というところがありますので、そこから説明していきます。で、まず最初にこの変微分なんですが、一変数関数のですね、微分を使って定義しますので、先に一変数関数の微分の定義を復習しておきます。これは前の楽器の微積分1の内容だと思うんですけれども、y イコール fx というのを、実数から実数への関数としまして、で、これが x イコール a について微分可能っていう定義ですね。一応ちょっと前回申しましたが、このコロンイコールっていうので一応定義っていう記号に変えますので注意してください。で、それは、x イコール a において、次のような極限値が存在することを言いました。a プラス h マイナス、f の a プラス h マイナス fa オーバー h で、h を0に近づけていったときの、極限値が存在する場合ですね。で、このときに、その極限値を、x イコール a における、f の微分係数と言いまして、これを f プライム a という記号で表したというのは、皆さんご承知のことと思います。まず、これが、を押さえておきましょう。で、それを使って、その二変数関数の変微分というのを定義します。定義ですけれども、見出しは特にないんですが、一応定義っていうふうにスライドでは見出しつけておきました。まず、D をこの R2 の領域としまして、で、FXY というのを D から実数への関数とします。それから、このエラー J ですね、この AB っていう座標を持つ点を、これ D の、ある点とします。そして、この A に対してですね、この A の、R 近傍ですね、だから半径が R の近傍で、こういう R が正のもので、この D に含まれるような近傍が存在するとします。で、ここで、考えるのは、このラージ FX っていうのを考えて、これは何かっていうと、この FX の Y 座標に B を代入した関数ですね。そうしますと、Y の部分が B で固定されますので、これは X に関する一変数関数とみなせるわけですね。で、今、この U、A の R 近傍を考えましたので、この R 近傍のうち、X 軸に平行な区間、これは回復間の a-r と a+r 内で、上で定義された一変数関数と見なします。で、その上で、今定義したラージ fx が、この x イコール a でですね、その一変数関数の意味で微分可能であるというときですね。すなわち、こういう極限値が存在するときに、この f は点 ab で x に関して変微分可能であると。言います。でしょうか。ですので、基本的な考え方は、今、x に関する変微分ですので、y をある定数で固定して、一変数関数とみなして、その x に関して微分可能であるというときに、この関数は点 AB で x に関して微分可能であるということですね。まずそこを押さえておきましょう。で、ここでその極限値を f プライム a というふうに書きましたけれども、この極限値 f プライム a をこの点 AB における F の X に関する変微分係数と言いまして、で、表し方はいろいろありますけども、スモール FX の AB とかですね、あるいは、ラウンド F ラウンド X の AB などといった、記号で表します。
で、y に関する偏微分もですね、今の説明したように同じように定義できまして、で、その時の偏微分係数のことを、まあ、fy の ab とかですね、あとはラウンド f ラウンド y の、ab といった記号で表します。まず、この偏微分の定義を押さえておきましょう。で、次に、記号なんですけれども、この、まあ、z イコール fxy っていう関数が与えられたときに、その x に関する変動関数としては、いろんな書き方があります。fx、まあ、こういう fx だったりとか、あとは、ラウンド f ラウンド x だったりとか、あとはラウンドラウンド x とかですね。あとは、ラウンド z ラウンド x といったような書き方も、いろいろありますので、慌てないで、ください。本によっていろいろ書き方が違うと思いますが、これはみんな同じものを表すので、表しますので、注意してください。で、これ、fxy の y に関する変動関数もですね、同じように、まあ、こういった記号を使って、まあ、表されます。はい。それからと、注意点としまして、偏微分と代入の順序によってですね、その意味が変わってくることがありますので、そこを気をつけておいてください。まず、この上の記号ですね、このラウンド F ラウンド X の AB っていうのは、これは先に F を X で偏微分したものに、この AB を代入したということを意味します。で、これに対して、この下の方ですね、ラウンドラウンド X の FAB っていうのは、まず先に F に F の AB を求めてから、X で偏微分したものですね。F に AB を代入しますと、これ定数になりますから、定数を X で偏微分すれば当然0になるわけで、で下の方の値は0ですので、扱いに注意してください。ここまでよろしいでしょうか。それからと、そうですね。ここで、例題、例の 4.1 っていう、例題があります。教科書ですと132ページの下の方なんですけれども、ここで扱っている関数は、まあ、R2 で定義された関数ですね。R2 から R への、関数です。で、定義はどういうものかっていうと、XY が原点でないときには、X2 乗プラス Y2 乗分の 2XY。で、XY、限定の時には0というふうにこう定義をした関数なわけですね。で、この時なんですけれども、まあ、ちょっと関数の連続性などは前回も授業で扱いましたので、各自で確認していただきたいと思うんですが、まず AB が0、0、限定以外の点では、これ当然ながら、これ FXY は連続ですね。それから、X と Y に関して偏微分可能です。これは、例えば、x で偏微分するんであれば、y を定数だと思って、微分すればいいわけですね。ということです。で、問題は、その原点における、その、この関数の振る舞いでして、ab が0、0の時ですね。この時なんですけれども、まず、この関数は、前回、例題で出てきた関数でして、この授業で直接は使わなかったんですけれども、教科書にあります。教科書128ページの、まあ、例題 4.2 の括弧1という関数でして、実はこの原点で、この関数は連続ではありません。ところが、この fxy っていうのは、その原点では x と及び y に関して偏微分可能なんですね。で、これはちょっと、まあ、皆さん、先ほどの偏微分の定義に戻って各自で確認してもらいたいと思うんですけれども、連続でないにもかかわらず、その x と y に関して偏微分可能な関数も存在するということでですね、こういったその関数の扱いには注意が必要だということです。で、まあ、一変数関数の場合には、まあ、連続、微分可能な関数は、連続だったはずなんですけれども、多変数関数の場合になると、必ずしもそういう、そうとは限らないという例がありますので、注意しましょう。ここまでよろしいでしょうか。